国際競輪とは日本における競輪の競争形態の一つである。本校では外国人選手を対象に創設された短期登録選手制度についても記述する。毎年海外から一流の自転車トラックレース選手を招き、日本の競輪選手と競争を通しての国際親善と競技力向上を目指して行っており、通常の競輪として車検の販売も行われている。 海外の選手にとっては、賞金面に大きな魅力があることから、毎年好んで参加を希望する選手もいる。国際競輪は1982年から開催されており、競輪選手としての短期取得免許の交付のため、外国人選手を日本競輪学校において、数週間ほど競輪についての講習と訓練を受けさせた後、各地の競輪場で行われるレースに参加させている。 当初は外国人選手を全員同じ競輪場でのレースに出場させ、1日2レースずつで3日間、外国人選手と日本人選手が上位を争う形で行われてきたが、競輪競争の特徴であるライン形成の関係で外国人選手に有利な状況が続いたため、車検の販売面で興味を削ぐという観点から問題となっていた。このため2004年からは、 一競輪場につき外国人選手を3名ずつ派遣し、通常の S 級シリーズを3競輪場で同時進行させる形で3日間レースを行っており、基本的には同じ日に同じ格のレースで複数の外国人選手が出場できる場合は、レースごとに選手を分けて外国人同士の同乗を避けるように変更されたが、外国人選手が全員決勝に進出した場合などは同乗させる。 国際競輪は、かつて4月から5月にかけて開催され、GI に昇格する前の友人新能パイ、世界選手権記念トーナメントや、全日本プロ選手権、自転車競技大会記念競輪にも、国際競輪が組み込まれて実施されていたが、2006年は、世界選手権自転車競技大会が4月に開催されたため、開催時期を移動して6月から7月にかけてとし、2007年は、 ご開催に出場する全15選出走で行われ、成績優秀者は最終戦としてサマーナイトフェスティバルにて行われる特別レースにも出場することができた。2008年は特別レースとして下記の通り開催されている。なお、世界選手権自転車競技大会やオリンピックの日程を優先させる都合上から国際競輪が開催されない年もある。 国際競輪は当初、日本人の出場選手は日替わりとなっていて、いわば競馬のような単発式のレースが行われてきたが、これではエキシビションレース的な意味合いが濃すぎるばかりか、国際競輪が当初から競争得点の対象から外されていたこともあり、真剣無を書いているというファン、有識者の声が大きかった。そこで試験的ではあるが、1988年5月に3日完成の トーナメントが川崎競輪場で開催された。もちろん、競輪選手側も3日間通して出走し、中野孝一が優勝した。1989年、上述した川崎で開催された3日間トーナメント制を発展させて誕生したのが、国際競輪グランプリであった。このレースは、外国人選手については、国際競輪における成績上位4から5名を選出。 一方、日本人選手については、過去に特に世界選手権等の国際大会で活躍した選手を選出した。国際ケーリングランプリは1992年まで行われたが、日本勢、VS 外国勢というラインの図式にどうしてもなってしまうこともあるせいか、レースは単調な内容に推移した。おまけに配当面でも、妙味を欠く結果となったことから廃止された。 1993年、国際競輪は3日間トーナメント制に統一され、国際競輪における成績上位者については別途表彰制度を設けたが、会の成績である外国人選手のモチベーション低下が見られたことから、これを防止する策として2003年に常日の国際競輪グランプリを復活する形で誕生したのがワールドグランプリであった。2003年、 2004年については、外国人選手は国際競輪の成績上位4名、日本人選手は別途、日本自転車振興会が任意に選出した5名による一発勝負で行われたが、2005年については、新潟県中越地震復興支援レースというサブタイトルがついた2日間制のトーナメント方式となった。2006年は世界選手権が4月中旬に開催された。 関係上、日程ぐりの都合がつかなかったことから開催は行われなかったが、2007年はサマーナイトフェスティバル開催期間中にレースが組まれることになり、外国人選手については国際競輪成績上位3名までがワールドグランプリレース、4から6位までがワールドステージレースという形で出場することになり、日本人選手については各レースともに、 サマーナイトフェスティバルに出場しない選手の中から選出された。2008年は北京オリンピックが行われることから当初開催のアナウンスはなかったが8月21日に夜かより競輪60周年記念としてワールドグランプリを実施することが発表された。発表によると2008年は招致した外国人選手と残りのメンバーは 日本人選手から選抜する形により、10月に1、R での単発勝負が2回行われた。なお、競輪の創設を記念して開催される単発レースとしては、競輪40周年記念のルビーカップ以来となった。2009年より、従前の国際競輪に代わって、外国人選手の短期登録免許制度が導入されたことを受け、ワールドグランプリは2009年以降、 実施されないことになった。2013年、上記のワールドグランプリを一新する形で、短期免許取得選手の中から選出された、外国人選手と日本人選手との間で行われる、単発式レースである、ワールドステージが開始されることになった。2016年以降は実施されていないが、国際自転車トラック競技支援競輪と競輪、エボリューションが実質的な後継レースとなっている。 2009年より新たに創設された制度で海外の優秀な自転車競技選手を競輪選手として短期間登録し日本国内の競輪に参加させるための制度である。制度としては日本の競馬における短期免許と同様と言える。2012年7月よりガールズ競輪が開始されたことを受けて2013年3月より女子選手も参加するようになった。 登録期間は基本的に2年で、格付けは男子は S 級2班、女子は L 級1班となる。当初はレースへの出場は S 級シリーズに限定されていたが、2016年には初めて議開催の出場に門戸が開かれ、同年9月の玉の競輪場、議国際自転車トラック競技支援競輪から3人の外国選手が出場した。また、 同開催の経理にエボリューションでも二人の外国選手が初参戦した。なお、かつての国際競輪では、夜間が招待する形で参加選手の処刑費などを負担していたが、短期登録制度の現状では、基本的に処刑費はすべて参加選手の自己負担である。失格や重大走行注意などが発生した場合は、競輪選手とは異なり、 競争特典の減点はない代わりに罰金を支払うことになっている。2019年の参加選手過去の短期登録選手、経験者なお、2011年については、東日本大震災に伴う混乱のため、2020年は同年に行われる予定だった2020年、東京オリンピックの兼ね合いと COVID-19 の世界的蔓延とそれに伴うレース規模の縮小により、 それぞれ来日は中止となった。過去に数回韓国の競輪選手を招いてエキシビジョンレースとして行われていた日韓新前競輪を車検を伴う開催として行うもので、2011年3月16日に高知競輪場で初めて開催される予定だったが、開催直前の3月11日に東日本大震災が発生し、その影響により中止となった。 しかし2012年3月28日より、伊藤温泉競輪場において改めて初の開催が行われた。グレードは5。開催期間は3日間。日本側は S 級選手を16人を圧戦し、韓国側も参加予定者数は16名で全員が短期登録選手制度による出場となり、1日当たり4、R を日本側4人。 韓国側4人での発射率競争で行い、勝ち上がりは初日、2日目の予選成績を日本、韓国選手別々にカウントし、最終日の出場レースを成績順に振り分けるトライアル方式で行われ、これによりどのレースにおいても日韓両選手が4人ずつ出走できるよう調整される。第2回は2013年11月1日から11月3日。 韓国の光明堂向け林場で開催。競技規則や使用機材は韓国側にのっとり、昨年と同様のシステムで行われる。日本代表は国内の圧戦状況を考慮しやかの裁量で決められているが、韓国代表は事前に3度代表選考会を行い、その成績により決定している。第3回は2015年1月26日から1月28日に、 慶応閣競輪場で開催され、競技規則や、使用機材は、日本側にのっとり、第1回と同じ方式で行われた。第4回開催は2016年3月25日から3月27日に、韓国の小元競輪場で開催。参加人数は28名となり、1日に 2R ずつ、両国4人、3人の割合を入れ替える7車率を4、R を行い、 最終日の決勝は、両国上位3人にポイントが高い方の4位選手を、加えて実施された。なお、日本選手の自転車は、NJS 仕様も認められるようになった。第5回開催は2017年9月8日から9月10日に、再び韓国の光明ドーム競輪場で実施。参加人数は24名となり、両国必ず4人ずつ出走する発射率を追立ち、 3R を行う方式で行われ、その他は第4回と同等に実施された。以下は車検発売を伴う大会のみ。ありがとうございます。